名古屋、福岡、仙台、バンコク、上海の各拠点で毎年開催されている第一線監督者の集い各拠点にて最優秀事例賞を受賞した事例がものづくり総合大会に一堂に会します今、第一線では何が起きているのか抱える課題は何かそれにどう立ち向かったのか 現場の生の声をお聞き逃しなく。